1> 夫一世は、神聖ローマ帝国の両方君主の一人で、ブラウンシュバイクリューネブルク公。ベルフ家出身で、ブラウンシュバイクリューネブルク家の祖。ハインリッシュ公の抜掌のリューネブルク公ウィルヘルムと、デンマーク王バルデマー一世の娘レネの一人息子。おじの神聖ローマ皇帝夫を四世との区別のため、陽道公とも呼ばれる。1213年に、父が その領土を相続した。1218年、1227年に二人の、オジオットう4世と、元来ン級中白ハインリヒ5世が没したので彼らの領土も継承したが、北ドイツの所領をめぐって、母方のおじにあたるデンマーク王バルデマー2世と衝突したこともある。1235年、マインツで帝国議会が開かれ、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世から、 ブラウンシュバイクリューネブルク公に助釈された。1252年、リューネブルクで没死した。医療は二人の息子アルブレヒト一世とヨハンが共同で相続したが、後に領土を分割。アルブレヒト一世はボルフェンビュッテル公領を、ヨハンはリューネブルク公領を統治した。後に、ヨハンの子孫は断絶。アルブレヒト一世の子孫はリューネブルク公領も継承。 18世紀には、リューネブルク系のハノー・オーバー選定校、ジョージ一世が、イギリス王位も継承、ハノー・オーバー朝を開いた。ボルフェンビュッテル系も19世紀に、ブラウン・シュバイク公国を成立させた。1228年、ブランデンブルク編教博アルブレヒト2世の娘、マティルダと結婚、10人の校を設けた。マティルダ、アンハルト・アシャースレーベンハイン・リヒ二世と結婚へ、 ベネ・チューリンゲン・ホーハク・ヘルマン2世と結婚、ザクセンコ・アルブレヒト1世と再婚。オットー・エリーザベト・ホラント博、ドイツ・タイリー・ツォー・ウィーレム2世と結婚、アルブレヒト1世、ブラウンシュバイク・リュー・ネブルク公、ボルフェン・ビュッテル公、ヨハン、ブラウンシュバイク,リューネブルクコ・リュー・ネブルク公、リュー・ネブルク公、オットー・ヒルデスハイム司教、コンラート・フェルデン司教、アーデル・ハイト・ヘッセンホーハク・ハインリヒ1世と結婚。 アグネス、流言公、ビツラフニセイと結婚。ありがとうございます。